ありがとうございます。ありがとうございます。はい、実はですね、はい、名刺も作ってありまして。本物じゃないですか。お願いです。お願いです。本物ですよ。本物ですよ。本物ですごい。本物ですよ。それでは、職業谷マリア様、あなたに茨城県干し芋アンバサダーを委嘱します。茨城県知事大岩勝彦。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これをこう、そうですね。写真を。すごい。ですので。よろしいですか。はい。はい。じゃあ、アンバサダー谷マリアさんの名刺、こんな感じでこうパネルにしてあります。私人生で初めて名刺、はい、あ、そうなんですか。作ったとかもらいました。もう配りまくってください。初名刺ですか。いやでも本当に干し芋が大好きっていう気持ちが、はいはい、まさか県知事まで届くなんて、はい、それもすごい嬉しいですし、 YouTube の中では世界に届くくらいおっしゃってましたけどね。アバサダーになったって。そうですね、本当に夢が叶いました、はい。若い人に圧倒的な支持を受けているタレントさんでございますので、そういったところでぜひ干し芋を食べていただくブランド力の強化だけではなくて、茨城の魅力を発信していただけると我々としても非常にありがたいなというふうに考えております。ちゃんとアンバサダーとして干し芋の魅力、干し芋の広さ、深さ、全部伝えていけるように頑張ります、はい、よろしくお願いします。お願いします。